社会人ナンバーワンショートと評価され、ドラフト4位で入団した期待感いっぱいのこの選手。その名前は、伊豆口優太。珍しい名字ですが、伊豆口と読みます。今年も巨人のユニフォームは背番号の上に名前が表示されないので、この機会にぜひ覚えてあげてください。大阪桐蔭、青山学院、NTT 西日本を経て入団した伊豆口は、1999年生まれの24歳。高校、大学、社会人と常に強豪チームのショートのレギュラーを務めてきた野球エリート。大阪桐蔭時代には1学年下の根尾昂や藤原恭太などの黄金世代とともに選抜で優勝も経験しています。巨人の横川海は高校時代の後輩にあたり、巨人では再び同じユニフォームを着て戦う仲間となりました。伊豆口と横川は高校時代顔が似ていると言われていたというエピソードを明かしています。大学時代はベストナインに選ばれるなど、プレイヤーとしても活躍してきた伊豆口ですが、4年時には主将を務めるなど、人間面でも高い評価を受けています。NTT 西日本へ入社後も即戦力として1年目からレギュラーを獲得すると、コンディション不良により辞退したものの、WBSC U23 の日本代表に選出されるほどの成績を残しました。またこの伊豆口を担当したスカウトが巨人で活躍したスカウト1年目の桜井俊樹氏。桜井氏が地道に通い、初めてビデオを回した日にホームランを放ったという持ってる一面もあります。伊豆口優太の自主トレキャンプでの取り組み。24歳とまさに即戦力として活躍が期待される伊豆口は、キャンプは1軍スタートとなり、1年目から勝負となります。背番号は昨年ルーキーながらショートを勝ち取った門脇誠がつけた35。キャンプでの姿を見ていても、どこか門脇に見えてくるほどプレースタイルも似ている気がします。首脳陣からはまさに昨年の門脇のような活躍を期待されているでしょう。しかし阿部監督は岡本、門脇、坂本のレギュラー確約を明かしており、現時点で空いているセカンドのポジションを吉川尚輝や中山ライトと争うことになります。水野スカウト部長は、現時点で守備は安心して任せられると守備力を高く評価、また打撃も壺に入ったらかなり飛ばすとも話していました。キャンプでのノックを見ても、やはり守備は機敏で堅実といった印象を受けました。また肩も強く、三遊間の打球も一塁へ安定したスローイングを見せていました。やはり伊豆口はこのキャンプで一番の武器である堅実な守備をアピールする必要があります。昨年の門脇もシーズン序盤は打率1割台と打撃面でかなり苦しみましたが、守備力が安定していたため、原監督が我慢して起用し続けた結果、後半戦は打率3割2分と後半戦のリーグ3位の高打率をマークし、レギュラーをつかみ取りました。もちろんある程度打撃で結果を残さなければレギュラーをつかむのは難しいですが、守備が安定していれば出場機会を得られる可能性が上がります。伊豆口にはまず守備で首脳陣を認めさせる必要があるでしょう。その一方で、レギュラーを取る上で課題になってくるのはやはり打撃面です。そんな課題となる打撃では、ウェルカムティーというシャレの効いた阿部監督の名物練習、地獄のティーバッティングを春季キャンプで初体験していました。徹底的に下半身をいじめ抜くティー打撃が終わると、苦悶の表情を見せその場に倒れ込んでいました。しかしそんなきつい練習にも前向きに元気な声を出しながら取り組んでいたのが印象的で、精神力はさすが名門校を渡り歩いてきただけのことはあるなと感じました。ちなみに岡本はこの地獄の練習にもケロッとした顔でこなしますから、岡本の象のように強靭な足腰はただものではないようです。その後もバットを振り込み続けた伊豆口は、2月11日に行われた紅白戦に8番 DH で先発出場を果たすと、第1打席に直江大輔のストレートを見事捉え、ライトへクリーンヒットを記録。
直江も昨年序盤は一軍で活躍した投手ですから、その直江のストレートを捉えたのはかなりのアピールになったでしょう。伊豆口はスイングも鋭く癖のないフォームなので、プロのボールに慣れてくると打撃もかなり楽しみだと感じました。3回からショートの守りについた守備面でも軽快な動きを見せて、守備は心配ないと感じさせました。合同自主トレでも吉川や門脇に対して質問する姿がとても印象的でしたが、春季キャンプでもノックの際に同じポジションの門脇と意見交換をする姿がよく見られます。年齢的には門脇の方が1学年下に当たりますが、プロの世界の先輩としてわからないことを聞いているそうです。かつて坂本隼人が山田哲人や筒香嘉智たち後輩選手や松井秀喜氏のようなレジェンドにも自分が気になったことを納得するまで質問して、首位打者や40本塁打を達成したように、他人の意見を積極的に取り入れることはプロ野球の世界では重要な能力です。巨人は毎年宮崎から沖縄へとキャンプ地を移動するタイミングで選手の入れ替えが行われますが、先日メンバーの入れ替えが発表され、伊豆口は見事沖縄行きの切符を手にしました。沖縄では実戦が増えてきます。実戦の序盤は若手主体で戦うことが多いので、そこで出場機会を得て首脳陣にアピールできるかが鍵になりそうです。どんな風に起用されそうか。ここからは伊豆口が今季どのような形で起用されるかについて考察していきます。今季の巨人の開幕内野手はほぼ確定しています。唯一確定していないセカンドもほぼほぼ吉川尚輝で決まりでしょう。伊豆口はまず内野のバックアップメンバーとしての役割が主になるでしょう。ただ坂本は今季36歳を迎え、1年間フルで出場できる保証はありません。また門脇に関しても2年目のジンクスという言葉があるように、今季も不動のショートとして活躍してくれる保証もありません。吉川に関しても同様で、近年怪我での離脱はかなり改善されましたが、昨年は打率盗塁数は物足りない数字でした。吉川を上回れる内野手がいなかったから吉川は出続けられたという言い方もできるでしょう。野球解説者の里崎智也氏も、巨人の内野の層はかなり薄く、レギュラーメンバーはレベルが高いが、誰かが怪我するとかなりまずいのではないかとも話していました。阿部監督や高橋由伸氏、村田新一氏などの解説者の話を聞いていると、内野手のポジションは動かさないのではないかと考えられます。門脇が怪我や不調になった際に坂本をショートに戻すことも、坂本が怪我で離脱した際に岡本をサードに戻すこともないということです。キャンプの守備練習を見ていると、中山がサード、伊豆口がショート、湯浅大がセカンドでノックを受けていますが、この3人が控えとしてベンチにいても特徴が同じ選手なので、全員が一軍にいることはないでしょう。特に中山はシート打撃や紅白戦でも悪送球があり、サードからの送球には課題があります。ですから簡単にバックアップメンバーといっても、控え選手にはセカンド、サード、ショートを高いレベルで守れる準備をする必要があります。守備に重きを置く阿部監督の意向もあり、守備力に定評のある伊豆口はまさに監督好みの選手なのではないでしょうか。ですので伊豆口は開幕からスタメンは難しいと思われますが、昨年の門脇のように誰かが怪我や不調になった時に内野手控えの一番手として名前が挙がる選手になってほしいと感じます。そのためにもまずキャンプでショートだけでなくサードやセカンドでも実戦の経験を積ませて、どれくらいできるのかを見定めてほしいです。ある程度できるという判断になれば、坂本に適度に休養を与えながら次世代のレギュラーを育てるという意味でも、伊豆口をスタメンで使う試合が出てきそうです。野球評論家の高木豊氏も伊豆口に注目しており、守備はもちろんバッティングもいい、昨年の門脇のように化けるよと伊豆口のポテンシャルを買っていました。
今季盤石な内野陣を誇る巨人ですが、伊豆口次第では長期間最強の内野陣を構成できるかもしれません。社会人ナンバーワンショートと評価された伊豆口優太を特集してきましたが、いかがでしたでしょうか。昨年の門脇を彷彿とさせる伊豆口の育成法、起用法についてご意見やご感想がある方はコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンを押してください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回もためになる動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。